いいシュート。もう黒が1点取ってるから早かった、うん、早いね。真宙くん、青キックのパスたまに来る？初めて？初めてじゃないっすよ。平日とか来るの？平日たまにっす。あ、そうなの。誰かいる時あった？誰か、なんか大体一人。ゴールデンウィークとかはリョーカさん行ったの？だってリョーカさん休みの時は大体いる。平日はあんまり来ないの。同じキーパー。まあ朝は来れない、ね。基本学校は。近い方なの。まあそう。火曜とか行けるから。ブリックリンの練習はいつの？月水っす。月水なんだ。2分。月水か。東大と比べたら全然大きいのかなって。ああ。何時かな、たまさん。それさ、遅すぎ、何やってんの、9時まで。やり、部活じゃなくて、待ちの学校のさ、はい、授業ってもらって、7時ぐらいにも終わるでしょ、遅くて。4時、5時に終わります。何してんだろうね。家帰って。9時まで、ね、暇じゃん。暇してます。めっちゃ。あの、学食にさ、あ、たまる。そう。じゃないの。それもありません。え、なんかさ、なんだっけ、席ある、サー席みたいなのあるの？あ、あります、あるんだ。あ、そういうのあるんだ、中央大学には。その、大体決まってんの？何のサークルが？暗黙の了解で。暗黙の了解あります。4階の奥はどのサークルみたいな決まってんの？そこに大体サークルの人たちが溜まってるんだ。そうです。へー。暗黙多分そういうのないからね。中央なんか学食がでかいんですよ。めっちゃでかいらしいね。4階建てで、うん、なんか2個、なんかすごいでかいんでしょ。めちゃめちゃでかい。1階だけ行ったことあるんだけどさ、でかいよね。本当にでかいです。何もないから学食だけ充実させてんのかな。あと敷地の広さだけで、あれでかすぎない？やばい。え、明星大学は行ったことある？ありますよ。どんな感じなの？え、やっぱそんなでかくないの？いや、広くはないですけど、建物は明星の方が綺麗、うん、あ、そうなんだ。中央ってあんま綺麗じゃないんだっけ？結構古い感じ。俺なんかなんとかバーガー食ったよ。ドムなんだっけ、なんだっけ、忘れたけど。わかりますよ、トムボーイ。トムボーイだっけ、なんだっけ。なんかね、食べた記憶がある。1階のやつですよね。だっけ、そう、なんか簡易的な。そう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 、なんか非常に提供が早い。そうそうそう。あそこ昔マクドナルド。ああ、そうなんだ。でもなんかやってるけど、トムボーイ初めて聞いたんだ。あれチェーンなの？いや、多分中大のステーキ、中大の限定のハンバーガー屋さん。そうそうそう。なんか安っぽい感じがいいよね、あれ。めっちゃ安いっすね。うん、安い。あー、惜しい。中にファミレスとか入ってないんだ。ファミレスないっすね。もう多分なんか的な、なんか食べ放題みたいなかった？あ、あります、あります。2階に。だよね。あれ行く人いるの？あれは、2階は飲みさ、うん。あ、そうなんだ。オーランチャー。そう。飲みさを。治安めっちゃ悪いやだね。1年生とか分かんないじゃん、だって。怖い。新刊のあれとか参加すんの？なんだっけ、コンパみたいな。そうそう、あれとかもそうですが、チラシ配るでしょ、最初のこと。配りますね。やってんの、あれ。めっちゃハードっすよ、あれ。あの、新刊期、履修相談とかを、うん、あ、なんか、あ、なんだ。三席みたいな、うん、それやるんですけど、うん、その席取りが地獄で。え、さ、履修相談って来る人いんの、あれ。いますよ。あ、何しに来んの。やばい、ま、え、簡単なの教えてもらえんけど。そう、うわ、惜しい。面白いね。それを、その席取りの時は、うん、学校の正門開くの8時なんですけど、うん、なんか森みたいなところから入れるとかって。こっそり大丈夫なの、そんなことしちゃって。
本当はダメなんですけど、みんなやってるんで。でも学食空いてんの？学校の食堂は。学食は正門が開く30分前ぐらいに開くんですよ。でも誰も入れなくない？30分前に開いたところで。でも本当は裏口から5時ぐらいに入って、裏口から入らない限りさ、30分前に開ける意味ってあるの？従業員の準備とかで。ああ、そういうこと？言われないの、それって従業員に。だって本当はいないはずじゃん。暗黙の了解的な。そうなんだ。あ、もう終わった。